どうも阿部達です。今日はですね、外部プロジェクトということで、あのカプセルロックシードボリューム13をやってきました。イエイというわけでね、まあ、やってきたんですけれども、僕2回やったんですけど、これね、神ですよ。神っていうか、まあ、確率的にまあ、あっておかしくないんですけど、2回やって、いい感じのやつが当たりました。早速開封していきたいと思います。はい、というわけで開封していきたいと思います。じゃあまずね、こっち何が当たったかな、何が当たったのかな。まあ、僕は分かってるんですけど、僕レアメッキいらないんですけど、レアメッキじゃなかったです。で、いい感じに当たりました。こちら、でれーん、はい、松ぼっくり、松ぼっくり、イエー、松ぼっくりが当たりましたよ。借金、はいはいはい、松ぼっくり当たりました、イエー。松ぼっくり、これで3つ目だよな。3つ目だね。はい、でもなんか色がね、これちょっといい感じ、一番いい感じ。パカ、あ、これ、シールが雑。まあいいけど、でもなんかいい感じの色してますよ。いい感じの色、いい感じの色してます。はい、これ1個目。はい、そしてもう1個、これね、もうみんな知ってると思いますけどね、あれですよ、緑のやつです。緑のあれですよ、緑のあれ。はい、シャキーン。はい、こちら、ででん、はい、ドリアンロックシード。はい、ドリアン、ついにデラックス版ではなく、カプセルロックシードバージョンでね、いい感じのやつが当たりました。はい、当たりました。まあ、今回のね、目玉商品というか、僕が一番欲しかったのはこれですからね。メッキでもなく、これ普通のやつ。はい、開きました。これ、おお、いいね、いいね。まあ、デラックス版届くんだけどさ。はい、まあこういう感じでね、当たりました。なんか今回からね、ここの削りがなくなったらしいんですけど、まあ、これの食玩版、これが食玩版ね、これ食玩版、はい、これ食玩版、これデラックスカプセルロックシードバージョン。あんま変わんないね、内側のこの中の、パーツだけですね。で、後ろがちょっとなんかあんま変わんないかな、後ろもあんま変わんないっす。はいはい、でですね、これが今まで、前回というか、だいぶ前にね、やったんですけど、これ僕、実は2回やってて、これ最初に、UFO キャッチャーで撮ったやつで、これがまたなんか、変なガチャガチャで撮ったやつです。はい、これがこんな感じ。はい、あんま変わんないですね。今回のカプセルロックシードバージョン。ここの削りがなくなったらしいんですよね。見えるかな？見えるかな？ここの削りが、ここがなくなったらしいんですよ。なくなったらしいんですよ。なんかちゃんとしたやつらしいんですよね。これはいい感じです。で、まあ、今回はね、これをね、ちょっと音を鳴らしていきたいと思います。じゃあまずこっち、いきます。はい、こんな感じでございます。じゃあこいつをね、このベルトに装着していきたいと思います。じゃあこいつね、鳴らしてつけましょうか。いきます。はい、っていうような音声でございます。なんか前よりも音量でかくなったんじゃね？ね、あ、そうでもないかなそうでもないかなこんな感じです。今回はですね、こちら松ぼっくりの音を鳴らしたんですけど、次回は、こちらのね、ドリアンを鳴らしたいと思います。というわけで、次回の外部プロジェクトでお会いしましょう。バイバイ。できました。見えるかな？はい、こんな感じ。